皆さん、こんにちは。スタジオ国家チャンネルです。今日はリクエストにお答えします。曲は映画ひまわりよりテーマソングのひまわりをお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。いかがだったでしょうか。このひまわりという映画は第二次世界大戦後のイタリア映画ですけれども、有名な話ではひまわり畑のねシーンでスペインのひまわり畑が使われたというのがありますけれども、おそらく僕が住んでた町からコルドバという町にこうバスで行く途中に広大なひまわり畑が見られるんですけれども、そこなのではないかなという話です。すごいです、本当に。季節的にはいつぐらいだったかな、6月ぐらいに行くと多分見えれるのかな。ぜひ興味ある方は見に行ってみてください。ひまわりの映画音楽を担当したのは皆さんご存知ヘンリー・マンシーニさんですけれども、この方ね、ティファニーで朝食後のムーンリバーや、ピンクパンサーなど本当にたくさんの曲を、作曲しております。僕もソロでこのマンシーニさんの曲を弾くこと非常に多いんですけれども、ずっと長く弾いてるという意味ではこのひまわりが一番長いかなと思います。本当に大切なレパートリーですね。以前ライブ配信の時かな、オカリナとのデュオでお届けしましたけれども、今回はギターソロで弾いてみました。オカリナとのデュオも近々演奏予定ですので、どうぞお楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。